さあ始まりました猫図鑑。本日は雲南市にありますフォレストアドベンチャータタラの里に来ております。ちょっとこちらですね、自然の中で約80のアクティビティが楽しめる施設で、うん、はい、小学生低学年向けのコースや、うん、スリル満点の本格コースがあるんです、はい、で今ネゴさんがいるのがターザンスイングって言って、うん、ロープで空中にピョーンって飛び出すアトラクションなんですけども、ターザンのように一言いただいて本編に入っていけたらなと。いやちょっとむちゃくちゃ高いから。でも本編の尺が足りなくなるんで早めに飛んでもらった方が。分かっとるわ。ちょっと待って、めっちゃ怖い。待って、ちょっと待ったよ。ではカウントダウン行きましょうか。ちょっとお願いします。はい、3、ちょっと待って、2、1、待って、いってらっしゃい。いやー、まあ、無理、まだまだ無理。無理無理無理。ネゴさん本編短くなっちゃうね。分かった分かった。行きます。3、2、1、レッツゴー。本編見てね。うわー、あーやばい、やばい、危ねえ。この番組は私ネゴシックスがいろんな場所を訪問し、その感想をイラストにして図鑑を作っちゃう、その名もネゴ図鑑。もうこっからですね、フォレストアドベンチャーのアクティビティ、もうスリリングなものをえりすぐりのアクティビティをご用意したので、ぜひ一緒に体験していきましょう。ライトなのでいいです。これはシャッフルっていう、シャッフル、そのケーブルに足を置いて進んでいくというようなアクティビティです。難易度4つあるんですけど、1、2、3、4ある中難易度3です。4段階中3、3です、はい。なんで2ぐらいからいかない。どんなもんか、はい、どうぞ。ちょっと待って、わあすごいな。あー、はいはい。おお、あ、ちょっと待って。いや、ちょっと待って、すごいな。すごいな。すごいね。おじいちゃんみたい。いや、しょうがねえだろ。よし。あともうちょっとです。この辺なら手放し。あ、これでもむずい。あ。いかがでしたか。次行きましょう。続いて橋がねじれてるような、もう DNA じゃないですか。じゃあ行ってみますね。はい、こんな感じ。もうここを回ってるので、だってありえんもんな、これ超難関アクティビティなんですよ。うわー、あ、それで戻す。あー、こんな感じで、いやいやいや、もうスタッフでもすっごい難しいアクティビティです。いや、この丸太踏んで渡り切ったお客さん、はい、一人しか見たことないです。誰なのそれ。これで、あ、いけるかも。お、ほら、お、いいんだよな、こうか、これ、あ、ま、なんかドゥルンってなる。あ、これダメだ、あ、これダメだ。ちょっと待って、戻る、戻りそう、戻る、ちょっと待って、戻るって。フォレストアドベンチャーですね、はい、まだまだボリュームがあるんですよね、このパークは、はい、なので今週では全部紹介しきれないと思うので、出た、次来週引き続き体験していきましょうか。これ年に1回あるかないかですよ。いや、これはそんぐらい大ボリュームですね。ありがとうございます。いや、もう4週行きましょう。足らない足らない、ぜひ、